はい、どうも、リスキーです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は、スズキの遊べる軽コとコンパクト SUV、ハスラーが納車されて、約3ヶ月が経過したので、乗ってみた感想をレビューしていきたいと思います。はい。まあ、ハスラーが納車されて、まあ、約3ヶ月が経過したわけなんですが、このハスラーはですね、まあ、2020年度、僕が買ってよかったものランキングの中で、まあ、第1位だったっていうこともあって、しかも、まあ、人生初のマイカーっていうことですね。で、このハスラーを、まあ、買った理由っていうのは大きく3つあります。1つ目が遊び心をくすぐる、デザイン。で、2つ目が遊べる収納力。そして、維持費ですね。この3つを、ポイントに僕はこのハスラーを選びました。で、そんなハスラーが納車されて、まあ、実際に乗ってみて、思うところというかね、結構、乗る前と乗った後で、まあ、違うところもあったので、その辺をですね、いいところ、まあ、不便なところっていうのを、順番に今日は紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目は何と言っても、外装と内装です。はい、もう遊び心をくすぐるこの外装と内装っていうのがもう本当にたまらないっていう感じで、まあね、このハスラーを選んだポイントというか、第一印象、もう一目惚れしたポイントでもあるんですが、まず外装は、旧型と比べると、角張ったデザインになっていて、そして、まあ、スズキのジムニーにちょっと似たような感じのデザインになっています。まあ、それがね、本当に良くて、まあ、こちらを購入した理由の一つでもあるんですが、まあ、この辺はね、購入後と購入前ではそこまで変わらない。もう本当にこのデザインは買ってよかったなって本当に思います。で、あとはカラーですね。カラーはたくさんあったんですが、ホワイト。もうこのホワイトを選んだんですが、もうホワイトで本当に良かったなと思います。まあ、手入れはね、ちょっと大変なんですが、汚れが目立ったりとかするんですが、やっぱ白は、ちょっとね、他のハスラーとは違った雰囲気もあって、すごくカラーも気に入ってます。はい。で、続いてまあ内装なんですが、こちらもね、もうたまらなく、くすぐるんですよ。もうね、G-SHOCKのようなデザインで、本当にね、このフロント、もう男前だなってめちゃくちゃ思うんですけど、まあ、乗っててね、ほんと楽しい、この内装のデザイン。本当に愛着が湧いて、すごくね、いいんですよね。まあね、本当に内装、外装もすごく気に入ってて、これは良かったって思うんですが、まあ実際に乗ってみてですね、ちょっとここが不便だなって思うところが、2つありました。1つ目が、カーマットですね。こちらは、純正のカーマットを僕は購入したんですが、以前ちょっと動画でも紹介させてもらった、サードパーティー製のカーマットですね。こういうのがあるっていうのを知らなかったんで、ちょっと後悔というかしてるんですが、純正のカーマットだと、全方位をこうカバーしてくれてないんですよね。汚れとか砂ぼこりとかが入るような感じで、ここなんでカバーしてくれてないのっていう部分が、痒いところに手が届かない。それでいて、結構ね、高いんですよね、カーマットって。なんで、ここはね、もし購入前の方とかだったら、純正品以外のカーマットが結構おすすめなのかなと思います。二つ目が、運転席のところにアシストグリップがついてないっていう点ですね。で、これはね、本当に、盲点だったんですが、本当にね、買ってみて、分かったことなんですが、別に買うときはね、ここにアシストグリップがついてる、ついてないっていうのは本当に気にならなかったんですが、実際購入してみてハスラーをこう内装をいじりたいなって思った時に、それこそサイドバーですね、市販のサイドバーとか、あとはロッドホルダーとかをつけようと思った時に、ここなんですけど、ここにアシストグリップがないおかげで取り付けできないんですよ。まあ取り付けというか DIY できない。本来だったらここにアシストグリップがこうあると、ここにね、ボルトをさせる穴があるんですが、それがないので、ここにね、こういう感じでサイドバーを取り付けたりとかができなかったんですよ。それがね、結構ショックで、まあね、ちょっとアイデアというか考えればいけるのかなとは思ってるんですが、結構ね、その辺が後から、気づいた点で、ちょっと不便だなっていうのを思いました。続いてが収納力です。車中泊やアウトドアの遊びもこなせるこの収納力っていうのは本当にすごいなと思います。もうね、軽とは思えない。もうこれが本当に軽自動車なのっていうぐらいの、収納力を持っていて、で、それこそね、後ろをね、バタッとこうね、倒せばフル
フラットになって本当に車中泊もできるし、大の大人が寝ることもできるし、今年の、初日の出ですねを、今回ねちょっと車中泊で過ごしたんですが、しかもそれね、家族3人で、大人2人子供1人で、この中で、フルフラットにして初日の出を、楽しんだんですが、本当にね車中泊というかフルフラットにして、家族3人でも普通にね、行ける、これ本当にちょっと驚きましたね。大人1人だけじゃなくても全然行けるんですよね。まあ確かにねちょっと窮屈感はあるんですが、さすがに3人とかになるとっていうのはあるんですが、全然3人でも寝れるし本当に広いなっていう感じです。で、あとはもうなんといってもね、至るところに収納があるんですよね。こんなところに収納があるのっていうぐらいに収納力がすごいんですよ。かゆいところにね手が届くと感じで、こんなところにも収納があるっていう感じなんで、結構ね車の中に事前にいろんなものを置いておいたりすることもできるし、あとは遊びですね。アウトドアとか行った時にこう荷物、汚れた荷物を入れても大丈夫なようにラゲッジスペースっていうのがあって、そんなところもねすごく遊びを楽しみたいっていうような人にはすごくいい車だなって思います。とは言っても購入した後で結構気づいた点として、こちらも内装と一緒なんですが、ちょうど今ねこの後ろのところなんですが、後部座席の、アシストグリップのところに、こちらもね、旧型だとボルトをさせる、穴が2つあるんですよ。それがね、新型にはついてないっていうところで、これがついてたら、新型もねもっとこう収納できたのになぁとかは思います。っていうのがまあ DIY ですね。できるだけ予算をかけずに自分でいろいろこうカスタムできたのになぁとは思うんですが、まあそういったことがね新型はできないっていうのが結構ショックでした。ハスラーの内装とかまあ DIY とか見てると結構そういうコンテンツが上がってるんですが、これ新型ではできないんですよね。これがね結構辛かったですね。とは言ってもまあ純正品で様々なオプションが豊富なんで、まあアウトドア用とか車中泊用とかのオプションは本当に潤沢にあるので、すごくねそういうのを買えばものすごく収納力も増やしたり、それこそ遊びも楽しめるんですが、ちょっとね自分でいろいろこうやろうとかっていうのが少しね旧型と比べるとやりにくいのかなとは思いました。続いては燃費維持費ですね。遊ぶイコールお金がかかるので、できるだけやっぱりね車の維持費とか燃費は下げたいなと思ったんですが、こちらやっぱり軽自動車で良かったなと思います。特に高速代です。もう高速代が圧倒的に安い。もう特にね高速によく乗るみたいな人には本当に軽自動車はかなり、その辺のコスパが高いなと思いました。でね、特に土日祝なんかに乗るとさらに割引がかかって、軽自動車での割引もかかるので、通車でまあ1万5000円で行けるようなところが9800円ぐらいで行けたりするんですよ。もう本当にねその辺がたまらないですね。で、あとは、燃費ですね。燃費はまあそこそこいいかなという感じです。トヨタのプリウスとかと比べると全然なんですが、だいたいリッターで19キロ、未満ぐらいの、感じですね。まあなんでまあそこそこ、燃費はいい方なのかなと思うので、まあお財布に優しいっていう点で本当にね遊びをしようと思うと結構お金がかかるので、まあそういったところはできるだけ、コスト下げたいなって思ってたんで、やっぱり軽自動車を選んでよかったなっていう点は変わらない感じです。続いてが乗り心地と、安全性です。やっぱり安心して遊べる上で安全性だったり乗り心地っていうのも欠かせないのかなと思って、この間ですね、先月の初めに僕は、長距離、片道900キロぐらいかけて、まあ宮城の方に、ワーケーションにこの車でドライブ兼ねて、まあ行ってきたんですが、まあ実際長距離運転もしてみてなんですが、本当にね昔の軽とは比べ物にならないぐらい、乗り心地はすごくいいなと思いました。で、まあ中も内装もね、ゆったりスペースなので、乗っている人たちも本当にくつろぎながら、ドライブを楽しめるし、運転席もすごく快適で、長距離のドライブも全然こなせるなと思いました。あとは走りですよね。軽自動車だと長距離だったりとか、あとは坂道とか高速の走りが不安っていうのが最初あったんですが、このハスラーはもう全然その辺の問題もなく、もう軽自動車とは思えないもう走りで、まあそれはね普通車と比べるとやっぱり劣るんですが、まあ軽自動車としては走りは本当に力強く、坂道とかも全然走るし、加速が足りないっていう時にはそういったことをアシストしてくれる、ボタンがついてたりとか、結構走りも、軽とは思えないパワフルな走りをしてくれます。さらに安全性なんですが、僕みたいに初めてのマイカーとかだと運転が結構ね慣れてない、心配、駐車も心配みたいな人でも、このハスラーは
全方位モニター、360度全方位モニターがついているので、駐車も安心だし、周りを見渡すモニターもついているので、すごくその辺もね、運転していて、本当に安心というか、しやすいような、車になっていて、で、さらに夜ですね、これが驚いたんですけど、ハスラーにはハイビームアシスト機能っていうのがついていて、これがすごいなと思いました。夜間暗い道でも安心して運転ができるんですよ。ハイビームアシスト機能のすごいところは、対向車が来た時にロービームに切り替わるんですよね、自動で。これがすごいんですよ。で、対向車がいなくなると、ハイビームになるっていうのが自動でやってくれるっていう、この機能は結構すごいなと思いました。ここまで車って進化してんのかっていうのを、もう本当にシンプルに感動しました。はい。で、あとは、アクロですね。この間、まあ、宮城に行った時に、まあ、雪道だったりとか、まあ、それこそ、僕、いろんなところにこの車で、探検するのも好きでやってるんですが、そういった時にアクロみたいなところも走るんですよね。で、もう、このハスラー、見た目だけじゃなくて、中身もちゃんと四駆っていうのも、やっぱその辺のね、ちょっとしたアクロだったら、全然走りも、走破性もあるっていうところが、すごくいいなと思いました。まあ、実際ね、こういう雪道とかも走ったりとかもしてるんですが、本当にね、ちょっとしたアクロ、がっつりアクロとかまでは走ることはなかなかないんですが、まあ、本当にね、ちょっとしたところとかだったら、全然この車パワフルで、もう心配ないなっていう感じです。実際そんな感じで、まあ、ハスラー約3ヶ月で、まあ、9000キロぐらい、走ってて、で、まあ、長距離も運転して、アクロも走ったみた感じで言うと、気になる点としては、この車ね、背が高いので、若干やっぱ風が強い日とかだと、ふらつきやすいっていうのが、あります。まあ、なので、その辺がね、ちょっと高速とか、スピードを出しているときは、気をつけて、運転をしないといけない。なんなら、まあ、ちょっとね、スピードを落として運転するといったような感じで、ちょっとね、ハンドルが取られやすいというか、ふらつきがあるっていうのが、一つ、気になったというか、まあ、これは仕方ないんですが、そういったところもあります。二つ目ですね。これもね、ちょっと買ってから本当に気づいた点なんですが、タイヤですね。まあ、冬用タイヤっていうのを僕は履かせてて、まあ、雪道走ったりとかもあるので、冬用タイヤですね。スタッドレスタイヤを履かせてるんですが、これがね、軽自動車だから安いだろうって思ってたんですが、実はハスラーは、一般的な軽自動車と比べて、タイヤのインチ数が違うんですよ。なので、結構タイヤが割高になります。まあ、最悪ね、インチを落とせばいけるんですが、安く買えるんですが、インチを落とすと、先ほど言ったように、このハスラーって背が高いので、より一層ね、こう、ふらつきやすいっていうデメリットもあるので、ここはね、安さを選ぶより安全性かなと思って、純正と同じサイズの、まあ、タイヤですね、スタッドレスタイヤを履かしてます。まあ、この辺はね、もう仕方ないかなとは思うんですが、一般的な軽自動車とはタイヤのサイズが違うっていうのはちょっと、後から気づいたというか、あんまり最初はね、気にしてなかったんですが、まあ、そういったところもありました。とは言ってもね、ディスカウントなタイヤ屋さんとかに行けば、まあ、横浜タイヤとかでも安くね、割とまあ安くは買うことはできます。はい。で、あと、まあ、ブレーキですね。ブレーキが最初はね、ちょっと効きが遅いなとか思ってたんですが、その辺はね、結構運転していると、だんだんブレーキの効きも、良くなってくるというか、なんだろうな、反応が良くなるというか、っていう感じだったんで、最初に感じたブレーキの反応の悪さっていうのは運転をしていると、なくなってきました。はい、という感じで今回は新型ハスラーが納車されて約3ヶ月乗ってみた、感想ですね。良かったところ、不便だなって思ったところをレビューさせてもらいました。まあ、まとめるとなんですが、このハスラーは遊びにはたまらないコンパクト SUV だなと思いました。遊びにも適した収納力、そして、見た目がカクカクした、この外装、そしてこの、男心をくすぐる内装、それに安全性、運転能力、乗り心地で、さらに遊びのお財布にも優しい維持費、燃費っていうのを兼ね備えた本当に、素晴らしい軽自動車だなと思います。実際乗ってみて、まあ、不便だなって思うところもあったりとかしたんですが、まあ、100点満点とはいかないんですが、本当にね、買ってよかった車だな、乗ってて楽しい、遊びに最適だなっていう車だなって思う気持ちは、まあ、変わらないなと思いました。僕は家族ファミリーでも乗ってて、遊びでも使ってるんですが、まあ、そういった使い方もできるし、ファミリーカーとしても全然使えるし、なんなら遊び用ですね、釣りとか、アウトドアとかキャンプ用の遊び用の2台目としてもすごくおすすめな車じゃないかなと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。